おはようございます。今日も懲りずにこのふやけた顔ですね。相変わらずふやけた顔、そして、髪の毛ボサボサ、そして、この目が開いてるか、一生懸命開けてるから元気のこの町工場町工場のおっさん、なんと今日も青にさえ映えます、ゲリラセミナーなるものを行います。このふやけたおっさんはですね、なんとこれで、お客さんのとこ行くわけですね。すごいですね、このおっさん。恥ずかしげもなく、威風堂々と、正々堂々と、何も隠し立てなく、悪いこと何もしてないですから、正々堂々と開けっぱなしというか、開けっぱなしおかしいですね。洗いざらい何でも話すというこのおっさんはですね、隠し事をなるべくしたくないというこのおっさんは、今日も映えます、ゲリラセミナーなるものを行います。隠し事しないというのはそれだけ知ってる内容は少ないということなんでしょうけど、話す内容はないわけですね。それだけね、それでもこの映えますリーダー、手前が手前味噌でやってるわけなんですけど、昨日のですね、バイマスに関してはですね、昨日の新聞、市場というかおかしいですね、内容にはですね、バイマスについて載ってました。国の予算の使われ方、総務省が要するに国の予算のバイマスに対する使い方はですね、ナットランと、ほとんどがつまらん使い方してるんじゃないかということを指摘してましたね。その内容が載ってたんですけど、ぜひですね、その循環リサイクルっていうのを考えて、今までバイマスでやってるわけですね。持続可能循環型社会形成ということでやってるんでしょうけど、ぜひですね、その例えばですね、例えばの例ですよ、例えば例、コンビニの弁当等の廃棄物の循環リサイクルはですね、失敗してるわけですね、実際のところね。それだったらですね、手前どもの、ぜひですね、の方にお金ください。ぜひですね、何をしてるかというと、燃料化ですね、化石燃料の代替燃料化というのをやってるわけですから、零細がやってるんでですね、なかなか資金的に苦しい面があるんで、ぜひ手前どもの方にください。その切なるお願いをして、今日はですね、早速いきます。はい、グリーン熱証書です。話変わりますよ。グリーン熱証書です、今日は。グリーン熱証書、その、昨日まではですね、RPSO について説明した、これは電力に関してですね、その RPSO について説明する前に、電力グリーン証書、これは電力の方のグリーン証書、電力についてですね、にグリーン証書について説明申し上げたんですが、今回はですね、熱ですね、熱グリーン証書について説明申し上げます。何が違うかというとですね、発行するところはですね、同じ機関なんですよ、全く。グリーン証書認証、グリーン証書認証、なんだっけ、忘れたのか、まあいいや、後で説明しますね。というところ、同じところを発行してるんですけど、何が違うかというと、電力と熱の違いだけ。電力と熱の違いだけで、証書の発行とかお金の流れ全く一緒です。全く一緒なんですが、何が違うかというと、その再生可能エネルギーとしてその発生させるもの自体も一緒なんですけど、その発生させるものですね、ものというかおかしいですね、ものの言い方悪いですね、化石燃料、原子力以外のですね、以外から作られる電力が電力グリーン証書なんですが、今回は化石燃料あるいはですね、その原子力以外から作られる熱ですね、まあ、原子力は発電しかないんですけど、その化石燃料から発生させる熱以外の再生可能エネルギーから発生させる熱に対して、少々環境負荷価値を与えようと、価値を与えよう、環境に対する素晴らしい貢献をするということでの価値を与えようとするのが熱グリーン証書ということですね。電力に関して環境負荷価値を与えるのが、負荷というのはあれですよ、何も、負担をかけるという意味じゃなくてですね、新たなる、価値を与えようという意味での負荷ですね。負荷価値を与えるということでの熱に対して付加価値を与えるというのがグリーン熱証書ということです。じゃあ早速説明しますね。これは全くはね、新しい制度ですね。すいませんね、専門家だから聞いてくださいね、わからないところ、私もよくわからんで説明してますね。まあこういうものがあるということだけのきっかけですね、ある意味でのきっかけの説明ということなんですけど、グリーン熱証書です。今日はグリーン熱証書、あら、ちょっと待ってくださいね。カーテン閉めますんでね。反射してますね。グリーン熱証書。これは同じくですね、電力グリーン証書、グリーン電力証書と一緒で、グリーンエネルギー認証センターが発行してます。グリーンエネルギー認証センター。ここはどこ
かというとですね、財団法人の日本エネルギー経済研究所、これは経産省の外郭団体ですね、要するに経産省がやってるんですけど、でこのグリーン、早速いきますね、グリーン、熱症状、一体どういうものがあるかというとですね、この3つ、今認証されているのは3つですね、太陽熱、雪、氷、エネルギー、そしてバイオマス熱、この3つが認められています。積氷エネルギーというんですかね、雪、氷、エネルギーというのはですね、まずこの太陽熱はですね、と言いますか、グリーン熱症状自体がですね、初めて認証されたのは2010年の12月、ごく最近なんですよね。まあ、これからだということなんですけど、これについてはですね。で、太陽熱については2010年12月の東京都で認められました。認証されました。これが一番最初で、これから始まったということになるんですけど、ごく最近です。で、これで認められているのは太陽熱セントラルシステムによる生成した熱量。これつまり何かというと、太陽熱によって給油、暖房、旧暖房ですね。これに生成した、これにより生成された熱量をグリーン証書として認めよう。次にですね、氷、積氷エネルギー、熱交換冷水循環式、積氷エネルギー施設による生成した熱量。これは寒い国じゃないですね。寒い地方ですね。北海道、東北等に関しては、この熱、氷、雪により冷水ですね。要するに冷やそうと。下場にあるところに雪を溜めとく。氷を溜めといて、それで冷やそうと。そうした場合のエネルギー、冷やした場合の熱エネルギーを、それをグリーン証書とし、グリーン証書として認めよう。次にバイオマス熱。これは木質バイオマスボイラーですね。木質ですね、これ。限られてるんですけど、これ木質ということで、今のところですね、木質のバイオマスボイラーで熱利用した場合の生成された熱量について、これの3つ、この3つですね。この3つについて、グリーン熱証書として認めようと。今のところはそういうことです。で、原料グリーン証書と同じような流れです。ちょっと全体の流れをもう一度、グリーン証書、熱じゃなくて電力の方と振り返って、電力の方と同じようなところなんで、それを復習する意味でもちょっと見ていきましょうか。そうするとですね。で、まず、熱需要者。熱の需要者ですね。熱証書が申請事業者に対してグリーン熱証書が欲しい場合というふうで、ここに申請するわけですね。そうすると、事業者がですね、グリーン熱の生産するところに、グリーン熱を発生させてくださいと委託するわけですね。で、ここで、グリーン熱生産業者が実際に、このグリーン熱というのを出して、これが環境付加価値の、環境価値があるということで、これをグリーン証書、認証委員会、グリーン熱証書の認証委員会に対して申請を出すわけですね。ここで認められると、申請業者というのは、グリーン熱証書を発行して、熱需要家に渡すと。こういう流れですね、グリーン証書。これは本当に電力グリーン証書と全く一緒ですね。熱の需要化、熱が必要としているところが、熱必要化ということなんですけど、熱需要化がこの申請業者に対してグリーン熱証書を申し込むと。そうすると申請業者はグリーン熱を発生させているところ、生産しているところに対して委託をして、で実際、発生させているというのを、これをグリーン熱証書、認証委員会に申請を出して、これ認められると、これグリーン熱証書自体が発行されると。こういう仕組みですね。で、具体的にですね、この熱自体はどういうふうな流れになっているかというと、熱需要家に対しては従来からあるエネルギー供給会社から従来通り熱をもらうんですけど、この熱、グリーン熱の生産業者というのは、近くのエネルギー供給会社に対して実際は熱を出して、それのお金をもらっているという流れですね。で、熱、グリーン熱の事業者というのは、この実際に、熱をエネルギーを 発生させるんですけど、それを販売した場合はそのお金をこのエネルギー供給業者からもらうわけですね。供給会社がお金をもらう。それともう一つがこのグリーン熱証書。このグリーン熱証書に関しては、その申請事業者が多分利益を取るんでしょうけど、この利益を省いた分がまたもらえると。そういう資金ですね、お金の流れは。で、このグリーン熱というのは、要するに環境負荷価値があると。この環境負荷価値は熱価値ですね。これは熱価値の環境負荷価値があると。これについては立派な再生可能エネルギーを使ったことになりますから、それで、地域発展にもつながるんでしょうけど、環境に対する貢献したと。環境に対する貢献って。これは価値があるので、それに対しての証書を認めようと。
そのお金をあんたのところに、あんたのところといいますか、グリーン熱を生産しているところにあげますよということですね。そういうことです。全く一緒ですね。ちょっとこの前提となる条件というのを、前提条件といいますか、目的といいますか、そういう格好での内容を説明すると、再生可能エネルギー利用により、地球温暖化防止の価値、それね、地球温暖化防止の価値、の価値ですね。その地球温暖化防止にの環境に対する価値ですね。を証券化して、それを環境負荷価値を証券化して、これをグリーンネス生産者に渡そうと。その価値があることをしてますよということを証明しようということですね。そういうことです。それについては、この熱情需要家がこの証書を発行して、それを手にすることによって、これは、この人といいますか、このグリーン証書を持っている人は、この人自体はですね、お金を払うんですけども、それだけその環境に対して貢献していると、貢献しているというのが証明されるということですね。これについては、まあ、会社として見れば宣伝とかそういう役割を果たして、CSR 活動の一つにも役に立つということになってくるわけですね。ただ問題点がないかというと、問題点あるんですね。電力のように、電力量とかっていうのをですね、数字に表すことができますね、数字に表す。ただ熱エネルギーの計測方法はなかなか難点が難しいというところがあるというのは問題点らしいです。今のところですね。そういうことです。で、ちょっとお話しそれるとですね、今太陽光というのがですね、なかなかあれでしょう、太陽光発電というのは各家庭の上にあるんですが、太陽光のパネルというのがあってですね、それで発電するというのは最近特に注目を浴びて、まあ、固定回転制度もあるというので、広まってますけど、その以前はですね、太陽熱ですよね。太陽熱っていうのを各家庭の屋根の上に登ってましたよね。それがなぜなくなったかっていうのがあるんですけど、不思議に思いませんか皆さん。私は思うんですよ。で、1983年に505万台あったのが、2007年には35万台まで、こんなに少なく低減してる。低下してるわけですね。設置台数がこんなに減ってるわけですね。なぜ減ったかっていうのが、あるネットで書いてありました。これはなぜ太陽熱っていうのがなくなっていったんだ。ということなんですけど、まず、不適切な販売方法。押し売りですかね、そういう、要するにね。不適切な販売方法。嘘八八で、売ってたということでしょうか。それと、施工上のトラブル。実際設置すると、なかなかうまくいかなかったのに、対応が悪かった。これ二つ合わせるとですね、施工上のトラブル起きた。あとは、メンテナンス体制の不備。なんか修理してほしいって言っても、連絡してもなかなかしてくれないとか、そういう問題があったみたいですね。それで減少を続ける太陽熱ということで、これだけの台数が500万台から2007年になんと35万台まで減ったという現象がある。ところがですね、太陽熱というのはですね、せっかく太陽熱っていうのはせっかくと言いますか、太陽の熱っていうのがあるわけであって、この太陽熱利用っていうのも一つの方法ですね。それで砂漠の方、中東でしたっけ、オーストラリアでしたっけ、あっちの方はあれですよ。あれですよというのは分かりませんよね。それで発電所としてるわけですね、太陽熱。太陽熱で蒸気発電、旅回すということですね。そういうこともやってるわけですから、決して太陽熱がですね、悪いものでは何でもないわけですね。悪いやつって言いますか、自然体質、自然から、自然に太陽熱という、自然からいただける大切なものですよね、考えたら。そうするとですね、この太陽熱っていうのも決して悪いものではないし、これは自分に使いようとあるということには、なるんじゃないでしょうか。ということです。そういうことです。これで分かりになりましたかね。グリーン熱証書です、これが。電力じゃなく、グリーンの熱ですね。熱の方の再生可能エネルギーを利用した場合、CO2 削減、あるいは化石燃料の枯渇に対策につながるという、この両面から見た場合の再生可能エネルギー利用というのを促進する意味でですね、日本国の自給率、化石燃料以外の自給率アップ、日本国内は 4% しかない自給率がですね、そういう意味では自給率がないとですね、これからどうなるんだという話が出てくるんですね。そういうことです。じゃあ、これで今日は取り留めの話になりましたけど、今日はこれで終わりたいと思います。皆さん、さよなら。またお元気で。さよなら。皆さん、お元気ですね。さよなら。またお会いしましょう。